どうもかげやんです。今日はですね。知恵のエネルギーを上げる面白さということについてお話ししたいと思います、えー、近況報告というか、まあ、昨日ちょっと休みやってですね。定休日でしてで散髪行ってきたんですね。で、その散髪をしてくれたね。えー、方がですね。あの吸い続きでですね。男の方なんですけどえ吸い続きで。で 何かおすすめのスイーツありますか?」って言ってどっかのお店を教えてもらおうかなと思ったらもっと手頃にねこう売ってるそのスイーツで近くのコスモスに99円で売ってる、ね、スイーツがあってですねそれが蒸しパンの中がプリンになってるやつ蒸しパン表面上蒸しパンで中にプリンが入ってるっていうねスイーツがあるんですよ。それがこう美味しくくててててよく買うって言ってはっ言 でさっ早速ね昨日コスモス行ってそのパン売り場に売ってるんじゃなくてそのプリンが置いてるとこに売ってるんですけども。で 早速、えー、5つ買いました。で、5つ買って、で、家帰って、まあ家族も食べて、で、僕もこう食べたんですけど、この家族がですね、これ、あのー、ねで、スプーンで食わなあかんでということで、パンの形してるんですけど、中がプリンなんでね、えー、あのス、スプーンで食べたというところで、結構おいしいですね。99円であれはいいぞと、いいのを教えてもらったなというふうに思いました。で、昨日はね、他にもね、スイーツでおいしいものを見つけました。それはのの、ね。石餅というもの ですね、加納ュ事ンの石餅、えー、これはね石山寺の前にであの販売されてる加納ュ事ンのお店があるんですけどもだから本店ですよねあの大石町かなあっちの方に行っては売ってないんですよねその石山寺の前でしか売ってない石餅っていうのがね、えー、6個で756円かなで売ってるんですけどもこれがまたうまいこれはもうあんこもうまいしねこれはええもん見つけたと思うということで昨日はだから結局 その石餅もそうやしその蒸しパンのプリンのやつもそうやしということでスイーツを2つこれはこれから定番にしていこうと思うような、えー、スイーツを2つ見つけられたっていうのもかなり良かったなとこれから、えー、ちょっと甘いもん食いたいちょっといい感じの甘いもん食いたいと思えば石餅買ったり、えー、手頃に買うんであればそのね、えー、コスモスで買えばいい99円で買えるというところでいいものを見つけたなということで昨日はそ,それだけでも価値があったなというふうに考えております。 とということで今日は知恵のエネルギーを上げる面白さということなんですけどもですねえ知,恵って知恵のエネルギーというのは知識プラス経験です。ね知識プラス経験だから知識を得てそれを使って何かをするということですね。ほんで経験するということなんですけどその2つをやることによってですね知識もあって経験もすることによってその何かその新しいものをこう自分の中にこう得られるえ状態になるんですね。それが知恵 知恵のエネルギーということになるんです。これをね、えー、高めるというかこう上げていく、えー、知恵のエネルギーを上げる面白さっていうのはもうこれがねこう人生の面白さと言ってもいいんじゃないかなと思うぐらいのものですよねやっぱり、うん、これに関してはですね うん、でちょっと形を変わってくることもあるんでしょうけども一応基本的には知識と経験っていうのがあってそれをこうプラスさせたもの状態っていうのがものすごく面白いことになるんですね。うん、で知識に関してはですねそのこう知識を深めていくとねこれがね面白いというのをこう分かってくるとねこれはどん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 深めていく状態になりますね。うん だ僕やとやっぱり健康仕事柄ね健康のことをこういろいろこう情報を仕入れるんですこれが面白いですね。 かなり面白い状態にこうなっていくというところですね。こので僕の場合はその知識を得てそれを経験というかそのやってみるっていうことをするんですね。それをすることによってあこれはいいぞということでまたお客さんに伝えることができるとただ知識だけやとねそのもう一つ説得力がないんですけど自分がやってるんでこういう感じやったこれで良かったっていうのをう伝えられるんでねかなりねこの知恵のエネルギーを上げるというのはねこう面白さがすごい。 あります、うん、だからいろんなことでこういうと例えばそのお客さんにね本を本でおすすめの本を教えてもらってその本を読んでですね読んでそれをこう何かでこう何かこう感想を伝えたりするのがまあ言うたら経験の部分な知恵それでも知恵になるんですね。だから本をを読む知識を入れるその 読んだここととに対する自分の感想を言う、うれが経験というかだから、えー、知恵のエネルギーは言い換えるとインプットとアウトプットをするっていうことですねインプットしてアウトプットするでこのことをしていくことが結局知恵のエネルギーを上げることで知恵のエネルギーを上げるとですねこれはねえー、結局そのお金になることもありますね。 お金を稼ぐこととににもこうつながってくるかなというふうに考えます、えー、お金稼ぎがありきでやるっていうことではないんですけども僕の場合はそれでやることもまあまあそういうのをこう意図的に作り上げてそのお金にするっていうこと技術も必要かもしれないんですけどどっちかというとねその面白さからこう。 知識とととと経験、えー、インプットとアウトプッットトトアウをするということですね。でこれがこ,この面白さを知っていくとですねそうお金はまああとあとからこうついてくる形になるんですけどもそのこれはね正直そのはまっていく状態になりますね沼ですね沼沼の状態になってきますで、えー、まあ言うたら一つそのお金に関係ないことで言う 知恵のエネルギーを上げていってるものでいうとですねそこまでまだ上がってないですけどもウイスキーありません、ね、スコッチとかね、えー、その辺のこう知識というかこう教えてもらうじゃないですかそのおすすめを教えてもらってそれを買って飲むで飲んでその感想をそのお客さんに言ったりとか誰かに言ったりとかね何かを勧めたりとかそういうことをすることこれがまだ面白いとまあお酒なんでちょっと、えー、種類が変わってきますけどお酒でいうとそれでも知恵のエネルギーが上がるということそれは面白いと。 で本でもそうですし自分の健康のことでもそうですしその仕事である施術のことね、えー、これもまた深めていくと面白さがありますよね。だから知恵のエネルギーの面白さこれ知恵のエネルギーを上げる面白さを分かってくるとですね、えー、人生が開けてくることもそうですしこう面白さがすごくこう、えー、どういうんですかねこの面白さを知ると人生の面白さにつながるっていうことですね。 でえー、そうですねそのどう言ったらいいんですかねそのこれを見つけることができるとですねえー、その煩わしいことっていうのがちょっとこう省かれていくかなというところでありますねえー、まあしょうもないね人間関係は、えー、なくなってくるかなというところです であります。しょうもない人間関係に時間使ってるぐらいであればですね、えー、この知恵のエネルギーを上げる活動これをする方がなんぼか面白いということになるんでですね、うん、これは是非というかまあおすすめ、えー、エネルギーっていうのがこう4種類あって性のエネルギー健康のエネルギー 感情のエネルギー知恵のエネルギーってあるんですけど知恵のエネルギーを上げることが一番こう高度な状態というかその動物的なものというよりは人間的なものですね、えー、動物ももちろん知恵のエネルギーというのはあるとは思うんですけども、えー、人間がその知恵のエネルギーを上げてくるとかなり大きなものになる大きい力をこう持ってくるかなというふうに思います是非、えー、これは、えー、この面白さは知ってほしいなというふうに感じます ということで今日は、知恵のエネルギーを上げる面白さについてお話しさせていただきました。では今日も、よっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。